限界なら。海岸に露出した独特な形状の岩肌、この岩肌は玄武岩の鳥獣摂理といいます。マグマが冷却し固まるときに収縮して生じ、玄武岩では六角柱ができることが多いのだそうです。そんな岩肌に玄界灘の波が打ち寄せます。しなる竿から投げ出される釣り糸、届いた海面に水しぶき、太公望は何を考える。おはようございます。おはようございます。どちらからお見えになりました？佐賀から来ました。佐賀ですね。はい。ここはなんでここを選ばれました？いや、いつも来てる場所なんで。ちなみによく釣れるのはどんな魚ですか？まあ、今はクロなんですけど、まあ、ちょっと冬場はチヌとか釣れますけど。ちなみに魚釣りの楽しさって何ですか？楽しさ楽しさですか。やっぱりかかった時の感触ですかね。遠く水平線を眺めると大型船が行き来しています。大型船は航跡を引きゆっくりと進みます。沿岸には数隻の漁船が操業しています。玄界灘に育まれる豊富で多彩な海の幸、独特の深みのある海の色、遥か遠くからもたらされる小刻みな波、ゆっくりした時の流れに釣り糸を垂らし、釣りの仕掛けで波の下にいる魚たちと生死をかけた駆け引きをする。磯釣りのメッカ鳥ヶ崎では、太公望たちが世俗の雑音とは無縁の時を過ごします。ちなみにここは初めてですよね。はい、初めてです。ちなみになんで知られました？友達が本を書いていて、それをいろいろそういう旅日本の絶景を紹介する本が出してる友達がいて、そこにここが載っていて、はい、ちなみにその本の名前は、はい、日本の絶景っていう本なんですけど、さっきの本屋さんにも、唐津の駅の本屋さんにも、はい、そうですか。すごいですね。じゃあちなみに今日はちょっとまだ夕日がね落ちてないんですけども、はい、どうですか、期待できそうですかね。はい、期待できます。言ったな。はい、わかりました。じゃあいい夕日が見れることを期待してから、はい、楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。宮崎県の延岡市から。遠いところから。こちらは初めてですか？はい、初めてです。ちなみにどうやってここ知られました？結構前にインターネットで調べて、ちょっとずっと来たかったんですけど、まあ、ちょうど今水が張ってるぐらいなので綺麗かなと思いまして。ありがとうございます。はい、ちなみにまあ、まだいい日降りてないんですけども、はい、どうですかね、期待できそうですかね。もう予想以上ですね。曇りの予報だったから心配したけど晴れてきたんで。ですよね、はい、期待したいですね。はい、いい写真が撮れることを期待しておきます。ありがとうございます。